年下なんてダメですか？長い髪好きなんですか？彼女候補にどうですか？先輩のことが好き。不純な時で受験してみたり、アピールしたり、もう気づいてよバカ。偶然予想作戦も許して、毎日ここで挨拶待ち伏せ。釣り合わないの知ってる、それでもちょっと近づく。ないんだな、そういえば。